それでは今回も年間内容を3年間やっていこうと思います。今回一緒にやっていくプロ野球選手はダルビッシュ有選手です。145キロ、コントロール D、スタミナ C、キレ丸、尻上がり、奪三振、球落ち丸と、赤徳を消せればかなり強いですね。で、この学校なんですが、ハーフしか入学できないんで、みんなハーフですね。タフスイン、バック。まあ、ピッチャーはダルビッシュがいるんで、こいつは一応外野で使っていこうかなという感じです。ヤズイード、ケン。ノールがちょっとね、終わってるんですけど、まあ一応キャッチャーですね。ラティーフ、撃。ショート。守備を上げて使っていきます。特殊能力はなし。ムワーウ、ヤチン。こいつも結構ゴミですね。そして今回の天才、シッディーク・ギン。なんか能力めちゃくちゃ高いですね。C が3つもあります。いや、C が4つあります。補給も C でした。そして威圧感を持ってると。こいつかなり強いですよ。歴代の天才の中でもなかなか1位、2位を争う初期能力を持ってます。星は284。ダルビッシュより高いですね。この最強ハーフ軍団でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。切羽厚布にアドバイスを行った。いいか、切羽厚。平泳ぎは足の裏で水を後ろに蹴るんだ。分かったか。信頼度が少し上がった。よかったですね。ガーズ行くそのパワーが上がった。じゃあ今日はボランティアやっていきますか。このグラウンドの下にネルフがあって、そこにエヴァンゲリオンもあるんで、そのエヴァンゲリオンの整備をしていきます。野球部の評判が少し上がった。たまにこの辺人が出るんですよね。なんかいいのくれないですか。タイヤ交換金ゲット。タイヤぐらいだったらその辺にありそうですけどね。使い方がわからないですって。簡単ですよ。アイテム画面に入ってこの交換券を使ってみてください。ネルフに依頼すればすぐに届きますからね。そろそろ指導にも慣れてきた感じですね。いえいえ、そんなことないですよ。野球部 OB で現在プロ野球選手、そして現監督の港がやってきた。監督どうも。臨時校長してくれるらしい。あの無口な監督が珍しいですね。お願いします。進路相談していきますか。ウスマンオンの進路について話し合った。この学校の進路先はだいたいエヴァンゲリオンかガンダムなんで、いろんなところがあるんですけど、ガンダム 75%、 エヴァンゲリオン 20%、 その他 5%という感じですね。じゃあちょっとスカウトになってもらえますか。エヴァンゲリオンに適性がある少年を見つける仕事ですね。ウスマンオンの不安が解消されたようだ。よかったですね。ヤズイード、ケンは最近勉強に興味を持ち出したようだ。いいですね。エヴァンゲリオンの考察を始めました。なかなか難しいみたいですね。ここの生徒はほぼ全員エヴァンゲリオン見て日本語を覚えましたから。ちょっと今更なんですけど、レベル6の条件とかなんか書いてあるらしいんで、それ見ていきますか。内角中心、レベル6条件。内角攻め、レベル6条件。コントロール A、 総変化量10以上。レベル6条件、球速155キロ以上。レベル6条件、コントロール S 以上。ダルビッシュだったら155キロ超えそうなんで、先に球速を上げてもいいかもしれないですね。センター返しはアベレージヒッター。流し打ちは広角打法、流し打ちはアウトコースヒッター、引っ張りはアップルヒッターとインコースヒッターという感じですか。 OK です。今日は練習試合です。初の試合ですね。勝ちたいですね。セッパーツ布かヌディツベギーオス変化、イドリースナワ。全員2年生なんで、じゃあ、セッパーツ布でいきます。対戦相手は宮城学園。総合戦力はE。ナイス。サウゲーヌミンのホームラン。追いつきました。ナイス。ナイス。満塁ですね。満塁で1番に回っていくと。1番はガーズイクソ。ガーズイ。クソ!いや、これは、ナイス。勝ち越しの1点が入っていく。そして天才の1年生、シッディーク・ギン。こいつは期待ですね。フルスイング。うわー、強すぎた。引き分けですね。シッディーク・ギン、ワンヒット。セッパーツヌのワンヒット。サウゲーヌミン代打でホームランですね。いいですね。監督、ムワービアチン君がタイヤにいたずらをしています。は?お前。機材が少し傷んでしまった。ムワービア、こっちへ来い。ちょっと罰を与えないといけないですね。大事な機材、道具を粗末に扱うやつ、そういうやつが一番許せないんで、反省するまではこの顔で過ごしてもらいます。夏の県大会の組み合わせ抽選会が行われた。ちょっといいとこに、弱いとこ来てほしいですね。前評判は D。まあ、そこそこですね。じゃあちょっと、試合前に食事会行きますか。夏の県大会頑張ろう会を、ネルフの方たちが開いてくれました。あの、ネルフの会議室みたいなところで、パーティーします。行きましょう。疲れがかなり取れた。しかし、ストレスが10溜まった。じゃあちょっと選手を励ましていきますか。ヤジード・ケンがちょっとね、エヴァの考察をしていて、エヴァンゲリオンを早く見たいと思っていたんですけど、映画の公開が延期になったみたいで落ち込んでいたんですけど、励ましていきました。元気になってよかったですね。夏の県大会1回戦。初戦、勝ちたいですね。1人目はダルビッシュ。
2人目はセッパーツ布、3人目はイドリース・ナワ。じゃあセッパーツ布でいきます。この選手たち全員アレア式システムを搭載してるんで、そう簡単には負けませんよ。先発はダルビッシュ、先発はダルビッシュ、赤徳はまだ残ってますね。1番オリバー・ニジ、2番天才のセッティーク・ギン、いいやつ感持ってます。3番セッパーツ布、4番テンペラ・ペーレ・ホシ、5番ラティーフ・ゲキ、6番ヌジツベ・ギーヨス・ヘン、7番イドリース・ナワ、8番サフスイン・バック、9番ダルビッシュという感じですね。強い、この名前からしていいやつ感がありますからね。いきましょう。ちょっと全員1、2年生使ってます。3年生はねベンチ。お、いきなりこれがアレア式システム、反応度がね他の人とは違うんですよ。ナイス、ダルビッシュが3塁まで来ました。ここでシッディーク・ギン、あなかなか点が取れないですね。お、入れ入れ、よしよしよし、ホームランで点を取っていく。あれセッパーツ布2本目のホームラン、素晴らしい。さあホームランだけじゃなくもう1点しっかりね繋いで取らないと次の試合きついですよ。勝ちました。セッパーツ布が1回ソロ、そして8回ソロ、この2点で勝ちました。ダルビッシュもいいピッチングでしたね。シッティーク・ギンはノーヒット。お、学校の評判がそこそこになりました。いきなり上がりましたね。それでは2回戦やっていきましょう。対戦相手は柴田学院、総合戦力は D。 いきなり3失点、何が起きた。この貧弱な打線で3点取るの結構しんどいですよ。ここですね、ここ一気に返せればまずは3点ぐらい取っていきたいですね。ナイス、いけるぞ。まあまあまあ送り最低限、あ、もう受けた、これはもう受けた。イドリース・ナワ、おいおいおい、魔物持ってきてくれよ。代打ガージ行くぞ。うわゲッツーか、クソ、さっきので1点も取れないのかしんどすぎるんですけど。おい、シッティーク・ギン、そろそろ一発打ってもいいんですよ。シッティーク頼んだ、ナイス。さあ満塁、ここで登場するバッターは昨日2ホーマーのセッパーツ布。いや、こいつがやってくれる。うわー、初球打ちでセンターフライか。テンピラペーレ欲しい。代打出すか。ワッハーブ芝。ワッハーブ芝でいきます。オッケー。負けました。シッティーク今日2安打ですね。他のやつはまあ1安打と。次期キャプテンはセッパーツ布でいきます。練習試合いきますか。相手は総合戦力 C です。1点差では抑えているんですけど、ダルビッシュをそろそろ援護しちゃってほしいですね。さらに追加点が入ってきます。2点差になりました。お、ナイスボール、セーフかい。負けました。5対0、ヒットは3本。それではボランティアやっていきますか。なんか街に使徒が出たらしいんで、それを倒しに行ってもらいたいと思います。野球部の評判が少し上がった。街の平和を守ってきました。お、ヤジード剣の動きが今日は軽快だ。エヴァンゲリオンの調子がいいですね。ヤジード剣は15人目の敵格者なんで、エヴァンゲリオン33号機を動かしています。もうエヴァの考察も全て終わっているんで、使徒を軽々と抹殺しています。今日から合宿です、頑張りましょう。湊監督はそんな厳しいタイプじゃないんで、普段から厳しい練習はしてるんで、合宿でわざわざねきつい練習はしなくてもいいと、そういう風に考えているんで、まあ、楽しく合宿ができたらいいなという風に思ってます。それではやっていきましょう。湊自身も高校時代めちゃくちゃきついね合宿を行ったんですけど、まあそんな練習はね、そんなきつい思いはあまり生徒にはさせたくないというふうに思っています。今日のハリケーン選手、ヤジード剣になんかいいあれをキャッチャープラスにこれ取れるかな。あとダルビッシュも、うん、これですかね、ミートバッテ、うん、いや、コース投げ込み、オリワの弾道が上がった、タフシーンの守備力が上がった、特殊能力が取れず、イスマール角がクイックでいい、ダルビッシュなんか取れ、取らない、しょうがないですね。さあ打撃の方も上げていきたいところなんですが、ミートバッティングやっていきますか。フルスイングしてます。ラティーフ撃のミートがあった、何も覚えない。インターバル走、めちゃくちゃこいつアピールしてくんな、この真ん中のやつ。こいつまだねタイヤのことは反省しないですからね、そう簡単には直さないですよ。試合で結果を出さないと戻しませんからね。お、ムアービやチンが内野安打丸。ラティーフ撃は2年のセッパーツ布のマッサージ故障している、なんか複雑ですね。セッパーツ布のテンションが上がった。セッパーツ布は腰の調子が良くなった。ラティーフ劇なんかマッサージの才能があるみたいですね。ラティーフ劇はセッパーツ布に褒められている。ウィンウィンですね。どちらもいい影響。無理やりマッサージさせられたわけじゃなくて、俺やりましょうかみたいな感じでラティーフも言ったんですかね。タイヤ引き、
わ、ちょっとタイヤにひび入ってる、これ許せない、あいつマジで。本屋さんの浮田がやってきた。不倫漫画の新刊を持ってきましたね。怪我しにくさの必勝本、あんまいらないですね。ダルビッシュなんかいい特殊能力欲しいですね。低め丸、クロスファイヤー伸び1根性丸。まあここは緩急でいきますかね。来い、お、ナイス、さすが。練習試合、今日も中堅校との試合ですね。シティーク銀がちょっとね、まだ打率が1割台で調子が上がっていません。日本の環境に慣れていませんね。ツーアウトランナー2、3塁、これはもうフルスイングで1本目のホームラン期待ですね。わあ、まあ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 、練習試合だから、そんな大声出すほどではないですね。すいません。気合の入ったヘッドスライディング、あいつもそろそろ反省しているのかもしれませんね。おい、セッティーク頼むよ、1本ぐらい打ってくれ。負けました、4対1。やっぱ中堅はちょっとね、勝てないですね。なんか打撃力がまだ足りないですね。ムアービアチン君、今日の試合すごい活躍だったね。マジですか。あ、ムアービアチンがノリノリになっている。そろそろ許してやろうかなと思います。まあまあ彼も反省してるようなんで、ムアービア君。で、前の顔どんな感じだったか忘れたんですよね。どんな感じでした、皆さん覚えてますか。多分こんな感じでしたね。ムアービアチンが本来の姿を取り戻して、あの打席でフルスイングします。いい打撃を打ってますね。次の試合は俺も打つぞという感じで打っています。あの打球来たらね、なかなか取れないですよ。あの巨体から放たれるものすごい力の。あれはもう AT フィールドじゃないと止められないですね。特訓祭りが来ました。まず励ます。ムアービアチンを励ました。元気になったようだ。その姿でもしっかり頑張って生きるんだ。セッパーツ布をテンペラペール欲しい。これはセッパーツ布でいきます。キャッチャープラス2。これ欲しいな。来い。来い。あ、取った。ナイス。キャッチャー B になった。これはナイスすぎる。ベンチプレス。ラティーフ撃。ラティーフ撃はどうしよう。あんまりいいのないですね。バントも取れますか。バントはちょっとできてそうないですからね。最後の特訓。もう一回ラティーフ撃。いきます。威圧感いきますか。威圧感。無理ですか。それでは秋の大会やっていきましょう。ちょっと甲子園ね、目指して頑張っていきたいと思います。注目選手は天才のシティーク銀。先発はダルビッシュ。1番、オルヤニジ。2番、シティーク銀。3番、セッパーツヌノ。4番、テンペラペーレ星。5番、ネズツブルネスヘン。6番、イドリースナワ。7番、ダルビッシュ。8番、タフスインバック。9番、ラティーフ劇。という感じですね。対戦相手は宮城学園。夏も当たったところですかね。総合戦力はいいです。2点取れましたね。流し打ち6。来ました。流し打ち6。アウトコースヒッター持ってるんで、6になってますね。お、行ったぞ。1本目のホームラン。流し打ちの天才。シティーク銀。初のホームラン。4点取れば、あとはダルビッシュが抑えてくれるんじゃないかと思いますね。威圧感を出して、で、ここからバントですね。うわ、下手くそ。いや。いや、待ってないか。うん。ナイス。セッパーツの布が打ちますね、結構。さあ、ここで回ってくるのは4番のテンペラペーレ星。5点目。最終回のね、追加点。これ重要ですからね。後の試合に響いてきます。もう1点、OK。勝ちました。今日は良かったですね。セッパーツ3アンダー。シティークはホームラン1本。という感じです。あと2回勝っていきたい。校長からの贈り物、ミニハードル交換券。あざす。今日は県大会2回戦です。勝ちましょう。セッパーツ布、まあ、これセッパーツ布でいきますか。昨日も重要なところでしっかり打ってますからね。頼れる3番です。松島第一高校。総合戦力はいい。いや、これも勝てるぞ。うわ、1点なんか取られてますね。1点取り返しました。そして、ノーアウトランナー1、3塁。これはもう、スーパーチャンス。キャッチャーフライ。いや、ここ1点取らないとダメですよ。さすがに。あ、ナイスラティーフ。惜しい。しかし、1点が入っていく。この1点でかい。そして、オリは2時。オリは終わり。ナイス、オリは。これ、入るか取って。辻田のホームラン。ただまだ1点勝ってるんで、全然、焦る必要ない。しかし、もう1点欲しいですね。もう1点欲しい。もう1点取れるはず。送りバント。送りなのに全然送っていない。セーフ。ナイス。もう来ましたね。さあ、打率4割のところ、ダルビッシュ。一番チームで打率がいいですね。いや、落ちる。落ちる。オッケー。ナイス。さすが。
メジャーリーガー一味違う。ゲッツーシフト速球中心、内角。いや、セカンドいけるか。ナイス。さあ、ツーアウト。ナイス。勝ちました。3対5。オリは虹がヒット1本とホームラン。シッティークはヒット1本とフォアボール2個。セッパーツ今日打たなかったですね。3、4番が打ってないですね。まあまあ、そういう時もあるでしょう。イドリース2安打、ダルビッシュ3安打。ダルビッシュが一番打つんですけど、3番ぐらいに置いてもいいかもしれないですね。さあ、地区大会の前に練習試合をやっていきたいと思います。前負けた高校ですね。よし、1点取りました。ここでもう1点。欲しいですね。強心臓。ダルビッシュの調子がいいですね。マジか。逆転ツーラン。練習試合でよかった。まあ、ただまあ負けたわけではないんで、追いついていきましょう。さあ、ノーアウト2塁。バッターはセッパー2布。これいけますよ、普通に。転がせ6か。ナイス。強心転がせ。お、回れるぞ。いや、これは追いつけそうな感じがしますね。しっかり本番だと思って、本番さながらのプレイングをミート対応積極。転がせ。ゴロゴーとか。ゴロゴーで。よっしゃ。お、エラーしまくってる。めちゃくちゃ。どんだけエラーすんの？魔物使ってないんですけどね。ここでヌジツベギュエス編ですね。あっ、めちゃくちゃ当てるこいつ。惜しいな、特大のファール。ナイス。ヌジツベギュエスいいですね。さらに逆転のチャンス。さあ、バッターはイドリースナワ。代打ムアーウやチン。こいつノリノリですからね。出ました、この風格。ヘルメットは不要。打つ気しかしない。代打の神様。強心積極。スクイズ。よし。これですよ。いや、この戦法使えるな。代打ムアウヤチンのスクイズ。打率5割のダルビッシュ。OK、もう1点。いや、2点あれば勝てますね。勝ちました。2対4。中堅に勝てたのはいいですね。それでは地区大会、頑張っていきましょう。あと2回勝てば甲子園が確定しますが、まあこれ、最低ここ勝てば 50% の確率で甲子園いけるんで、まずここ、しっかり勝ちたいですね。イドリースナはタフスインバック。ヌジツベギーヨス編。一応打ち気のイドリース縄でいきますか。1回戦は山形商業。総合戦力は C。まあ、勝てない相手ではないという感じですね。まあ、セッパーツ布がキャッチャー B を取ったことによって、ダルビッシュのピッチングも上がっていると。センター返し。フォアボール。お、1点取られました。しかし1点取られました。イドリースちょっと魔物じゃないんで、あまり使えないですね。ナイス！いや、これは1点入っていく。この1点はでかい。オッケーオッケー。まだこのシリーズで秋の大会、甲子園出てないですからね。そろそろ出たいですよね。さあ、ここでセッティークゲイン。打率は1割5分6厘。お、いったぞ、これ。ナイス。この3点はマジでかい。しかし、軽々と1点を返されて2点差。まだ怖いですね。取れるぞ。2点差はまだ怖いですよ。うわー、取れないか。オッケー。いや、このワンアウトでかいですよ。ゲッツーシフト、速球、内角。いや、その当たりは、回られるな。いや、1点差すか。よし。あの、ベンチであいつが堂々と座ってんのが、うざいな。もっとなんか立って応援してほしいですね。三振！三振！ナイス！ツーアウト一塁で、ヌジツベギー予選。あ、このエンドランナイス！サード。よっしゃ。ナイスナイスナイス。これで甲子園の可能性が出てきましたね。4対3。シッティークのホームランが良かったですね。あそこの一気に3点取ったところが勝利につながりました。タフスインバック3安打。お、中堅校。早いですね。結構早い段階で中堅校になりました。良かったですね。いや、今回強豪校まで行きたいですね。さあ、決勝戦。これ勝てばもう甲子園確定なんで、しっかり勝っていきたい。グランドレベルも徐々に上がってきて29になりました。いいですね。設備も整っています。今日勝てたら甲子園行きは確実になります。頑張りましょう。魔物が来てくれれば勝てると思うんですけど、魔物がなかなか来ないですね。総合戦力は B ですね。守備力が高いと。え、2アウト満塁。何2アウト満塁って。これはもう一発、打ってもらうしかないでしょう。うわぁ。ワンアウトランナー、2、3塁。ここでタフスインバック。抜けろ！いや、ワンヒットでいいんですけどね。ワンヒット。いやー、点が取れない。ダルビッシュもちょっとね、点が取られるのも時間の問題だと思うんで、
早めに点を取りたいんですけど。オッケー。高校ゼロ点はでかい。相手もチャンスはなかなか。お !1 点取った。ナイス。1イニング調子アップして、で、このムーアウヤが盛り上げると。まずはワンアウト。オッケー。セカンド。1点取られてもいいですからね。ここで打たれてはいけないのはホームランだけ。ショート。オッケー。甲子園。やったぜ。セッパーツののが7回にソロホームランになってます。いや、ピッチャーがしっかり0点で抑えたのと、あとセッパーツのの、そしてテンプラペイレ星の3、4番がしっかりと打点を上げています。ナイスですね。いや、甲子園出れる。嬉しい。ダルビッシュ、重い球になった。最強。それでは新入生スカート、いきますか。あ、そうか、中堅だから、いろんなとこ行けるんですね。いや、どうしようかな、じゃあ。やっぱピッチャーは絶対的エースのダルビッシュさんいるんで、ピッチャーいらないと。バッターですよね。最強のバッターを欲しい。打撃を重視した育成が盛んなようです。秋田県。秋田県ありですね。ハトリ。際どい球をカットして粘る。カット帳持ってそうな感じですね。いや、ハトリいいですね。ハトリ、うちに来ないか。うちにはエヴァンゲリオンがある。うちにはロボット系のアニメが、年間2万8000円で見放題だぞ。しかし、お前に限っては、特別に次500円で見ることができるパスを与えよう。どうですか、うちに行きませんか。よしよしよし。アニメ好きのようですね、こいつは。今回ちょっと岩手県行きますか。まあ、こいついいな、なんか。いや、こいついいですね、シンジ君。偏差値29。走塁に全てを捧げている最強のヒットメーカー。こいつ行きましょう。シンジ君、うちの学校にはエヴァンゲリオンがあります。エヴァに乗りなさい。マジか。乗りたくない?乗りたくないよ。言ってますね。エヴァンゲリオンには乗りたくないようです。ならいい。帰れ。代わりに、ヌジツベギウス編を乗せることにする。お前は不要だ。甲子園前に練習試合やっていきましょう。今日も勝っていきましょう。ナイス。満塁のピンチをしのぎました。ダルビッシュが今日2安打打ってます。さすがですね。3安打目。いや、打率が一番高いですからね。ナイス。いい走塁ですね。3点目。勝ちました。いや、このチーム結構接戦に強いですね。ダルビッシュ3安打。一番打ってます。やりました。甲子園大会出場決定。春の大会出るのは初めてですね。頑張りましょう。夏は1回出たんですけど。ちょっとね、まだ1回戦までしか行った時ないんで。まあ、できるだけ勝っていきたいですね。タフスインバークは2年のイスマイール核のマッサージ肩をしている。イスマイール肩は核の調子が良くなった。シッティーク銀まだ特殊能力が少ないんで、パワーヒッターとか取りたいですね。なんかいいのあるかな。アベレージヒッター。アベレージ、いや、インコース、いや、アウトコースヒッター取ってるんで。じゃあ、アベレージヒッター取りますか。一応。無理でした。卒業式。ガーズ行くぞ。3試合、打率2割。ミゾット社員。ワッハーブ芝。スカウト。ランボルギーニ鬼。こんなやついたか。ファンヤ。ウスマーンオン。専門学校生。ビンヤン猫。ならず者。サウゲーヌミン。ショップ店員。いいですね。さあ、甲子園。行きましょう。さあ、着きました。いいですね、この雰囲気。ワクワクしてます。大会間中は甲子園で練習することになる。1回戦、注目選手は、内木のイドリースナワ。1回戦、相手の総合戦力は C ですね。ダルビッシュのピッチングがどれだけ通じるか、楽しみです。さあ、投手戦になってますね。まあ、この辺はいつも通りな感じですね。うちのチームは、まあ、粘って粘って勝つと。ピッチャーが抑えて、バッターが2点ぐらい取って勝つと。そういう試合多いですから、粘りの試合をしていきましょう。ナイス。うちが1点取りましたね。ナイスです。ただ、ラッキーボーイなんでもこれ使ってみましょう。これは落ちる。落ちる。落ちた。ナイス。ダルビッシュのヒットが出ました。打率4割を超えてます。あ、これいったか。阿部寛の元に飛んでいく。タフスインバックのスリーラン。ダルビッシュが防御率1点台になってますね。素晴らしい。あと2人抑えれば1回戦勝てますね。こんな1回戦楽々に勝てるとは思ってなかったですね。0対5で勝利。今日、セッパーツ布とシッティーク銀もホームラン打ってますね。まあ、ヒットの本数は少ないですが、点は5点取っているといいですね。セッパーツ布がプルヒッターになった。ダルビッシュ有くんの知名度が上がってきました。宮城のドクター K。それでは2回戦、行きましょう。目標はベスト8ですね。今回打ち切りないんで、セッパーツ布で。総合戦力 C。総合戦力 C はね、勝てるんですよ、普通に。フルヒッターをゲットしたセッパーツ布です。ホームラン4本打ってます。引っ張りで。毎度のことですが、投手戦になってますね。緩急重視が6。じゃあ緩急で。ノーアウトランナー1塁。取れる取れる取れる。
取れる。取れないか。怖いですね、ちょっとこれ。ゲッツーシフト、速球中心、内角。よっしゃ。ファースト、ファースト。オッケー。ここワンヒット怖いですが、こいつ打率がなかなか高いですね。内角。まあ、最高フォアボールでいいや。オッケー。ここ0点はでかい。ダルビッシュ100球を超えてきました。ダルビッシュがもう降板してしまったら、このチーム終わりなんで、早めに決着つけたいですね。まあ、160球ぐらいだったらいけるかなと思うんで、もうちょっと行きましょう。いや、ダルビッシュが絶好調すぎる。最強。センター返し7。お！入れ、入れ、入れ、さよなら。いやー、惜しい。しかし、このツーベースはかなりでかい。で、オリガニチ総力 B ですから、これいけますよ。うわ、バントしてバントしてこれ。ただ、新庄、天才を。あ、落ちる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 。さよなら。ナイス。さすがスイッティーグ銀。いや、素晴らしい当選でしたね。からの劇的なさよなら。いや、オリは虹がマジで3安打。タフスイン、バコ2安打。ヒットは6本でしたね。相手も6本でした。もうどっちが勝ってもおかしくない。そんな試合でしたね。いや、これ甲子園優勝狙っていこう。こんなチャンスもうないかもしれない。ここで勝つしかない。さあ、準々決勝。ここまで来れるとは思ってませんでした。ベスト8。今日の注目選手は、まあ、イドリース、ナワで。そろそろ魔物出してくれるんじゃないかと思いますね。魔物なしここまで来れてますからね。ただ、こっから魔物がないとなかなかしんどいんじゃないかと思います。そろそろ総合戦力 A とか出てくるんじゃないですか。総合戦力は B。うわ、ノーアウトランナー1、2塁。これは、1点欲しい。さあ、5回まで0対0。1回戦から3回戦まで当選が続いてます。5回まで試合は微動だにしません。うわー、取れるぞ。よっしゃ、ナイス。今のびっくりしましたね。いや、ノーアウトランナー2塁で、オリバー虹バント職人持ってるんですけど、なんか2なんで怖いですよね。センター返し。 OK、 進塁打。いや、この進塁打いいですね。完璧。ここで回ってくるバッターはスイッティーグ銀。いや、頼むよ。3本打ってますからね。セッパーツーヌの究極の思考でお任せ。あ、落ちろ落ちろ落ちた。よし、この1点で勝てる。4番の仕事、ついに果たしていく。テンピラペイレ欲しい。いや、この2点は勝てるぞ。マジ勝てる。ベスト4いける。ここで気を抜くとね、普通に返されますからね。オッケー。いや、これ落ちそう。取って。ナイス、タフシーン。レーザービーム。まあまあまあ。うわ、2点取られてる。何してんの。何してんだ。ただ、こっち魔物持ってるやついたんで。ナイスヒット。あいつにもう一回回せれば。うわ、打つな。打率4割に戻しました。いや、この回点取れますね。いや、ノーアウトランナーにいるはしんどいって、これ。取れるぞ。ああ、取れない。これ、前進守備でいくか。もう1点取られると、ほぼ負けなんで、前進。前進速球。緩急。まあ、緩急7でしたから。うわ、1番。くそ。絶妙な当たりを打ってきましたね。魔物が来ました。まあ、こいつを打たしていきますか。転がす4。引っ張り。ミート、積極、引っ張り。なんじゃそりゃ。当てろよ。当てて。よし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 。オッケーオッケーオッケー。アウトかい。ダルビッシュ強すぎる。こいつ投げてよし打ってよし。まさかホームランで1点取れると思ってなかったんで、ありがたいですね。転がせ。よし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 。まだ魔物は続いてますからね。三振やめて、三振やめて。よしよしよし、それ完璧。アウトかい。もうこれホームランで一発勝つしかないんじゃないか。セッティーク。うわ、皆さん、さよなら勝ちです。あざした。
ああ。切発。こいつもホームランありますからね。落ちる。オッケー。え？あいつ何じゃん。あいつどうした？いや、これワンヒットでいけるな。ミート。積極流し。ああ。12回。オッケーオッケーオッケー。このヒットが、すべてを変えるヒット。いや、この回決めよう。もうこの回決めないとそろそろダルビッシュが降板してしまう。送りバント4。大丈夫かな？よし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 。完璧なバント。さあ、ここでオリは虹。オリは。もうお任せでいいや。ああ。こっからタイブレイクっすか。ダルビッシュは147球を投げています。ただ、ここを抑えれば勝てる。ダルビッシュ、スタミナ上げるやついないんで、これ0点に抑えるしかないですよ。ゲッツーシフト、速球中心、緩急。抜けんのそれ。マジで。三振かほら、三振か。それが一番うざいんだよ。それがうざいんだよ。スタミナが、消えてきた。この回だけ。いやー、犠牲フライだ。苦しい、これ。タイブレイクじゃなければ普通に抑えてんのに。まあまあ2点だったら取れなくはない。取れなくないけど、同点になったところで、もうピッチャーがいないから、もう一発ですよね。一発ホームランで決めるしかないんだよ。え？マジで？マジで？マジで？マジか！いや、勝てる、これ。甲子園優勝が見えてきました。ダルビッシュのホームラン、あれが最強でしたね。いや、よく投げた、本当に。本当によく投げた。セッパーツのこいつナイスすぎる。このスリーラン。プロ大注目。シッティーク銀とオリは虹が全くヒット打ってません。6打数0安打。そろそろ強豪校なんないですか？あ、強豪校来た。よし。さあ、今日勝ったらいよいよ決勝進出ですね。相手は鬼北高校。夏の甲子園優勝校。総合戦力 A っぽいですね。ただこっちには最強のピッチャー、ダルビッシュがいます。球速がもう158キロになってます。最強ですね。さあ、頑張りましょう。紀北高校。総合戦力 B。さあ、スイッティーク。一発、打っていいぞ。キーノ全く打ってないですからね。1、2番がもっと打っていれば、もっと楽な試合になったんですけど。打線援護してやれ。援護してやれ！取られたら取り返す。さらにチャンス。最強のバッター、ダルビッシュ。これいいっすね。セーフティーもありですが、流し打ち。いけるぞ。ナイスフォアボール。さあ、今日1本打てます。セッティーグ銀のホームラン。もう一発見たいですね。マジで？そう、ライナーで入る。入った。クソ強えわ。いや、セッティーグナイスすぎる。勝てるぞ。いや、ガチで勝てる。ただ、相手はランク B。もう1点欲しい。出ました。こういうピンチがね、来るんですよ。これゲッツーシフトで、緩急。ゲッツ！ゲッツ！ゲッツ！これゲッツ！ゲッツ！ナイス！いや、勝てる、勝てる、勝てる。今日2本打っている、セッティーグ銀。3連発。4点差あれば、ダルビッシュなら、大丈夫なはず。ああ。このカーブさればもうほぼ勝ちと言ってもいいんじゃないでしょうか。おい、そのフォアボールいらんぞ。さあ、セッティーク。3連発。え？マジ？ 3 本目？こいつやばい。ホームラン3本目今日。どういうこと？化け物が現れました。よし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 。決勝戦。6対2で勝利。いや、シッティーク銀がホームランを3本。半端ないですね。昨日全く打たなかったんですけど、その代わり今日爆発しました。1人で5打点出してます。シッティーク打ってなかったら負けてますからね、普通に。イドリース生がプリヒッターになった。いや、シッティーク銀さすがにこれ、パワーヒッターとかついていいんじゃないか。いや、決勝まで来れた。まだですよ。目指せ全国制覇。ラスト1試合。これに全てをかける。いや、ここまで来たら勝して。3年縛りで勝った時、まだ1回もないですからね。初めての優勝ができるかもしれないです。じゃあ、内気の、ヌジツベ・ギーヨス、編で。相手のピッチャー絶不調ですね。これいきますよ。相手は兵庫県、尼崎大付属。総合戦力 A が1回も来てないですからね。それがでかいですね。おいおいおい、1点取られてる。いや、ここまで来てマジで負けたくない。ガチで負けたくない。これほど負けたくないと思っているのは。おーっと、1点取った。誰が打った？魔物ないですね、今回。よしよしよし。
いけるぞいけるぞ。もうまたすぐ1点取られて、スイッティークギン。効率が来たからには皆さん安心です。落ちろ落ちろ落ちろ、落ちた。マート満塁。ここで回ってくるのはセッパーツヌの4番ですね。どれでも選び放題です。犠牲フライでいい、犠牲フライ、犠牲フライでいい、犠牲フライ。うわあ、いやー抜けない。ちょっとそろそろ一発が欲しいというか、まあセッティング今日もね結構打ってますからね。落ちろ、切発切発。いや1点差だったらどっかで、どっかで絶対チャンス回ってくる。ここを忍びばまだ勝てる。 OK。なんでこいつが代打で、おい、ダルビッシュ降板しとんちゃうんかい。おい、降板、おい、まさけんなよ。勝手にこいつすんなよ。あ、ナイス。ダルビッシュが降板したからにはもう、やばいっすよ。今回取らないと。ここホームラン打ってもまだ怪しいぐらいなんですけどね。流し打ち。ああ、ダメだ。終わった。終わったこれ。イスマイールじゃ無理っすよ。ワンヒット。まずワンヒットね。流れを作っていかないと。流れを作って、あぶねえ。イドリース。ああ、ああ。夢がついえた。ここまで来れたことが、奇跡ですね。まあ、十分すごいと。胸を張って帰りましょう。じゃあちょっとスクラップブックの記事を見ていきますか。春の甲子園一歩近づく。タフスインバック、4打数3安打。パワフル、初の東北王者に。セッパーツの氷を光る。まあ、キャッチャー B っていうのもでかかったですよね。春の甲子園、初勝利を収める。いや、この2回戦もなかなかきつかったんですよね。主砲、シッティーグ銀のサヨナラ打で勝負あり。そうか、シッティーグ銀、2回戦も結構、サヨナラ打ってたんですね。甲子園で4ホーマー打ってますね。初のベスト8、果たす。主将、セッパーツ布にサヨナラ弾飛び出す。いや、このサヨナラ弾、素晴らしかったですよね。スリーラン。準々決勝の、6対5の接戦。主砲、シッティーグ銀、1試合3本塁打。1試合3本塁打ってなかなかないですよね。素晴らしい天才。4番、テンペラペイレ欲しい。チャンスで凡退。初優勝逃す。惜しかったですね。総合戦力は D になってます。